今回は第3回5制限杯世界女子囲碁選手権の対局を見ていきたいと思います。この棋戦はですね女流の世界戦なんですけどコロナウイルスの影響で乃木常ネット語のね乃木常で対局された棋戦のようですね。 9月27日の日曜日に1回戦が行われてで日本からは上野さんと藤沢さんと鈴木さんと誠さんの4人がね出場してるんですけど1回戦はね藤沢さんは2回戦のシードのようでまあ今日は打ってなかったんで2回戦のシードから登場だと思うんですけど1回戦で、ね、3人の日本棋士が出場しまして。 2人がね勝ちまして上野さんと鈴木さんが勝ちまして芝さんはねちょっと残念ではあったんですけど2人が勝ったので、まあ、かなりいい結果とね言っていいのかなと思います。今回はね上野さんの対局を見ていきたいと思います。相手の方は中国の代表の方で大祖四段という方ですね。 ではこの対局ね、初手から見ていきたいと思いとますすす四段段の黒番です、ね、で白番ででね白が上野3段です、ね、いや結構上野さんって三段っていうイメージが全然なかったんですけどねテレビ棋戦のね流星戦でも準優勝してるのでもう七段ぐらいっていうイメージがあったんですけどまだね三段ということにちょっと驚いたんですけどで初手からね初手から見ていきたいと思います。 上野さんが白番ですねでこちらにね大ゲーマーに締まりましたねなんか最近ちょくちょく見る席ですねこれはまあ地に辛いですね相手の方はで3-3に入ってきまして これ互角の別れですね。受けて開きました。でここですぐにね打ち込んでいきましたね。積極的な手ですねこれは。局面広いとこなのでいろんな手あると思うんですけど、ちょっとね絶芸の手も見てみましょうか。あなんか右の方に寄せて打ち込むっていう手を示してますね。でクロスベ。 まあこの打ち込み厳しいんですよね。飛び。いや、なるほど。いや、なるほど。こういう手もありますか。なるほど。まあ、こんな手も示してますね。まあ、だからどこ打っても一曲のようですね。打ち込んで、で、ここで相手の方工夫してね。こちらに桂馬に外しましたね。つけると。 手がちょっと割り込みとか嫌だったんですかねこっちに打ってこの視聴関係ですけどね両方のこのこの視聴がね多分白がいいはずなんですよ意外とこれ右辺に黒石がちょうどすり抜けるのでこの視聴関係が白がいいのでつけると割り込みが見えてますので桂馬に外して工夫しましたね でつけて、こっちに伸びて、押さえて、出るという分かれになりましたね。で、こういう分かれになりました。これで白先手の分かれですね。これ、互角のようですね。ただこれ、意外と結構、こっちに伸びてったんですけど、こっちにぶつかっていく手もあるんですよね。こっちにぶつかって切る手がありまして、これ白下がると、こっちにどんどん、 隅の方に黒なだれ込んでくるので、これはちょっと白が無理なので。ぶつかって切ったら、白を押さえぐらいなんですよね。で、これ下から当てとけば、これ取れるんですよね。だから、こういう。分かれは考えられましたね。これ白逃げてきたら。外から押さえて、どんどん取れますので。だから、まあ、これは。まあ、一回逃げ、ここまでは効かすんですかね。で、下がりが一応効き筋。 という感じで、まあ、これも互角の別れで、まあ、こういう別れもあったかなと思いますね。で、実戦は。こういう別れになりました。真、ま、っ、あ、白は隅しっかり固まって、これまだね。白としては不満はないと思います。これ隅固まりまして、これまだ下辺は動き出しあるので。なんか、ここら辺に角ぐらいに打てば。 カヘは荒らせる形なので、まあ黒抑え込んだら押してって、跳ねたらどんどん跳ねてってね、これなかなかね取れないんですよねこのカヘの白石って、なんか切って無理やり取りに行っても、まあ当てが効って切って,切って下跳ねて、これにし取るってありますからね、こうやってでまあ一回逃げますか、これ視聴がいいのでね一回逃げ でこれ切る手があるのでまあこういうふうに打ってなんかこういうふうに桂馬ぐらい滑っとけばねこれなかなかね死なないんですよね。でこう墨つけても当て込んでまあ次ぐらいですけどなんか伸びぐらい打っててこれ全然死なない形ですよね。まあだから、 これなかなか死なないんですよねこれなかなか角ぐらいに打てば死なないのでまあ結構この白いし味残り結構味残ってますねで白固定に抑えましたねいやこの抑えいい手でしたねなかなかここ打てる人いないですよやっぱね結構やっぱ相手の字がね大きく見えちゃうんですぐ下辺ね荒らしに行きたくなるんですけど やっぱこのオさえ大きくていい手ですね自分の左辺の陣地をしっかり守った手で。で黒消してで羽根次を先手で利かしていやこの手もいい手でしたねこういう手もなかなか打てないんですよ。これ囲い合いは白自信ありますよっていう手なのでこれもやっぱり形勢判断が正確にできてないと打てない手なんですよね。しっかりもう 囲い合いの判断はできてますよという非常にね読みだけではなくって対局感や対局感の明るさもね非常に高い実力であるということがわかりますよねこの白の2手を見ても非常にいい手でしたねもうこの2手見ただけでも相当強いということがわかるんですけどこれはすごいんですこれねなかなかね囲い合いで いけるっていう判断ってな結構難しいんですよ簡単なように見えてでここから入っていきましたねいやーこれね囲って囲い合いになると思いきややっぱりねここからも手つけていきましたねで意外とただこちらの落ち込み一見詰められてなかなか手にするの難しいようですね実芸は いっぱいまでなんか詰めるような手を示してましたけど一回こっちに打ってからいっぱいまで詰めるなんかこう打つと隅がなんかこうになるような手を示してましたね意外とこのなんか隅こうやって頑張るのはちょっと一見に詰められてねなかなかこれ死なないんですよこのこうの具合とかがありまして。 切る具合とか当てる具合とかつける具合がありましてこういう形になればねなんか結構しぶといんですよねぶつかりとかでもなかなか取り取るの難しい形ででちげば別のなんか詰める手も示してましたねで、これは意外と白も難しいようですね手にするのは一回諦めましてで、下辺と右辺のねコンビネーションで何かね手を つけていこうというのが白の考えですねちょっと相手の様子を見つつ手をつけていくとでここで当てまして黒ここで頑張ったんですよねここまではかなり難しい勝負だったんですけどここの当てまではもうちょっとどうなるのかわかんないってとこだったんですけどここで打ったので これは白何かしらの手にはなったようですねこのポン抜きの弾力がやはり相当あるのでこれなかなか白やっぱりあの手にはできるようですね黒全部取るのは難しいようですつけて跳ねてこれは明らかに何かしらの手になってますねでここで白はっきり優勢な評価値的には優先になったようですねまあ、人間にはまだ 難しいと思うんですけどで、ぶつかりましてとりあえず白生還しましたねこの右辺の白石は生還しましたいやこれ見事な嵐でしたねや上野さんはしのぎもね攻めも強いんですけどしのぎが僕の 中では上野さんって結構しのぎが上手いイメージなんですよね。まあ、攻めも当然すごいんですけど、しのぎが上手くて、寄せも上手いんですよね。かなりね、寄せも上手くて、なんかあんまり。あんまり上野さんって弱点らしい弱点あんまりないんですよね。どれもすべてが上手いんですよ。やっぱりトップのね。プロっていうのはやっぱり弱点があって、もうすべてが強いですからね。で、こちらにき。 ていやここ黒地に見えたんですけど狙ってますね。で出て。でハサミ付けすごい手でしたね。であって,て切ってでここに切ったんですけどねこれがね。 意外と評価値はね黒にちょっと傾いてましたね。でここで結構形成不明だったようなんですけど、なんか黒がこっちに行ってこっちに付いたので白の評価値がまた上がったようですね。なんかここでは、まあ、黒がこっちあの手抜いたのでこすみつけてこれは白これ生き方地なのでこれははっきり白がもう勝ちになったようですね。 なんか意外とうん難しいところだったようでねここら辺あの黒が継ぐまでは切った辺たりでは結構難しかったようで意外とこれ単純な手で難しかったようですねこっち外から当てて3子捨てちゃえばこっち継げば3子ね外から当てて3子ここの3子捨てちゃえば次でこの白石全部取れてるのでこれでまだ。 あの形成自体は難しかったようですねまあここで白ここに囲ってまた慈愛い勝負なんですけどこれ結構ね相当細かい寄せ勝負だったようですね。これはもう形成不明でしたなんですがまあ黒こっちに継いだので連打することができていや黒はねこれ全部取りに行ったんですよ。まあ外から当てれば半分は取れる。 ってこととはもちろんん分かってたと思うんですけど全部取りに行ったんですすよねこの白石をすごいこれは多分あの三先ほどの図で実は互角だったんですけどこれねなかなかやっぱりその絶芸だから判断できる図であってねやっぱね人間にはそのこれだけあのお互いすごい大きな字なのでこれだけ大きな字をできるとなかなかね 決戦判断っていいうのが難しいんですよねなので黒は勝負手で全部取りに行ったんですねこの白。なんですがこれさすがにねコスミツケでこの2ね取った形はなかなかこれあの生きてるんですよね白が。取ってこれでねあのここ打ったところで相手の方投了しまして白番の上野さんの血療し勝ちとなりました。これはもう100%生きてますね。 まあこれもね分かりやすく説明するために今から解説するんですけどこれね下辺はこれ100%一眼できてるんですね。両方から跳ねられても一眼できてますのでこれ100%ここは目があると。で白はあとねここの2目取ってるところの一眼とここの右辺の一眼これ後手一眼なんですけど両方ともこれね2つ見合いなんですね。 まあ黒が放り込んできたらこっちに繋いどいてここはここ一眼できてますし何か置いてきても繋いどいてこの黒石石助ける手がないのでこれ生きてるんですね。で黒がこっち当ててなんか放り込みで右辺の一眼取ってきたらついどいてここの一眼はねできてますからこれは100%生きてるんですねこの白の大石っていうのは。 なのでこちらに打った時点で白がもう全部助かりましてこれはもう合いが大差になったのではっきりね、あの白の勝ちになったのかなと思いますもうこの後は上野さんのね、しのぎの名曲だったのかなと思いますというわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思いますこの動画が面白かったという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします ご視聴ありがとうございました。